こんにちは。やってまいりましたね。覚えてますか？愛媛オレンジバイキングス背番号31番高本圭介です。さて、前回はね、上半身上のね、体の部分ストレッチしたんですけど、今回は下半身のストレッチをやりたいと思いますので、一緒にやっていきましょう。さて、この前注意点を5つ言ったんですけど、覚えてるかな？覚えてるのね。 OKOK。 でも一応ね、5つ説明します。はい、注意点。1つ、気持ちいいところで止める。分かりますか？気持ちいいところで止めてください。気持ちいいところで止めてください。2つ目、痛い場所までは行きません。すぐやめましょう。いいですか？痛がってバーンってなったらね、怪我しちゃうんで、痛いところではやめてください。で、3個目、伸ばすときは20秒間ゆっくりでいいので伸ばすっていうのを意識してやること。で、4つ目、これ大事ですね。息を止めないということですね。やっぱりね、人間ね、息しないとダメなんです。空気を取り入れることでやっぱり何もかもを感じるので、息はしっかり吸って吐く。いいですか？吐くね。はい、吸うのは鼻ですね。はい、で、5つ目、反動をつけないことですね。伸ばすときにこうグンって反動をつけてしまうと良くないので、ゆっくりでいいので伸ばすこと。はい、この5つを今回も注意してやっていきましょう。大丈夫ですか？しっかり今日もやって、みんなに見せつけてやりましょう。 Let's do it。 はいですね、最初と始まりとね、今日本語間違えたけどね、始まりと終わりが大事って言ったんですけど、さて、始まりは前回と一緒。深呼吸いきます。はい、鼻から吸って吐いて、吸って鼻から、吸ったらいいですね、口から、鼻から吸って吐いて。この時しっかり吐く時、うんって吐かないとね、ゆっくりって吐いて力をください。いいですか？みんなもやってください。はい、深呼吸終わったかな。それでは次、お尻のストレッチいきます。お尻伸ばしますね。最初、足をどちらでもいいので、どちらかを上に組んでください。足を組んでもらって、で、組んだら足を組んだ方の方に体を向けます。いいですか？この足を上げてね、上の方の足の方向に体を向けます。で、この時ね、お尻を伸ばすので、お尻伸ばすようにここを意識してひねります。頑張ってこう上げるイメージで、これひねると結構ね、こう伸びてくるんで。で、この時ね、大事なのは丸まったら意味ないので、背筋をしっかり伸ばすときます。ので、しっかり息吐きながらここを伸ばすイメージでしっかり引っ張ります。はい、20秒逆ね。今度またさっき持ち上げたので、逆側を上げて、逆側にこの上がった足の方に向いて、お尻ね、このお尻を伸ばす、ここが伸びてるなーって思うことを感じながら、背筋を伸ばして息を吐きます。吸って、吐いて、では20秒間。はい、やっていきましょう。はい、お尻伸ばしたから、お尻って大きいよね。だから違うお尻のストレッチもいきます。はい、さっきはね、足をこう組んでもらったんですけど、組むのではなく膝の上に足を置きますね。こういう感じで置きます。こういう感じでね、置きます。で、今度はこの置いた状態で背筋を伸ばして、お腹を少し前に倒します。少しこう倒すね。この時に大事なのは、体がこう丸まったりしたら意味ないので、思いっきり前に行かなくて大丈夫です。なので、背筋を伸ばして少しいいので、ちょっとお腹を前に倒すイメージで倒しますね。これで倒します。 OK ですか？でも、この時に注意事項が、伸ばすことばっかり考えてたら、膝とかこの股関節って言うんですけど、まあ、痛くなったりすることがあります。なので、
ここは膝が痛かったり股関節が痛くなったりしたらもうやめてください。その無理しなくて大丈夫です。なのでしっかり背筋を伸ばして前を倒す、気持ちいいなっていうぐらいを意識して伸ばしてください。で、このケツのここが伸びてきます。この辺が伸びてくるのでそれを意識して前に倒します。姿勢を保って前に倒すとどん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 痛くなってきますでね。はい、20秒だったらスイッチ開けてね。今上げた方の逆の足を足の上に置いてそのまま姿勢を正してお腹を少しだけ前に近づけます。ね、でも分からなかったら手をここに置いてお腹がちょっと前に来る感じをイメージしてくださいね。この見やすいようにこっち向きますけど、これがこうなってしまうとここが伸びてしまうので姿勢を伸ばしてお腹を前に倒します。で、ここのねここを伸ばします。これを20秒、息してね。はい、この20秒間やってください。ドゥイ。はい、次はね、さっきお尻伸ばしたと思うんですけど、今度の下に行きます。このね、もも裏ね、ここの裏を伸ばしますので、さっきまで膝に座ったんですけど、少し足をね、どちらでもいいので片方伸ばします。で、椅子に座ってると思うんだけど、この椅子を少し浅めにね、こんな深く座ったら伸びないので浅めに座ってもらいます。で、浅めに座ってこのまま浅めに座ってどちらかの足を前にしてこのまま姿勢を正して前に回します。そうするとここが伸びてくるので伸ばします。で、これすごい気持ちを感じるのでまっすぐ、で、この時さっきと一緒で丸まったりしたらストレッチにならないのでしっかり背伸ばして前に倒す。で、こうね、しっかり伸びてるなっていうのを感じてストレッチ、ストレッチ、ストレッチ。はい、逆、ね、逆、さっきと違う逆の足で左足で、僕は左足ですね。で、つま先はこの時ね、さっき見てたと思うんですけど、天井の上にね、見てこう倒れるとここも伸びちゃうので、つま先を天井に上げて前に倒す。この時もさっきと一緒で背中が丸まらない、倒してそのまま倒す。天井は、つま先は天井ね、このまま伸ばします。一緒にお腹近づけてね、息吐いて20秒間やりましょう。どうぞやってください。いや。はい、もも裏伸びたかな、こう伸びたかな。はい、次はね、内ももね、この足はね、大きい筋肉がいっぱいなので、次は内ももね、内もも、ももにもいっぱいある内ももね、ストレッチします。で、今度もさっきと一緒で椅子を少し浅めに取ってください、ね、僕も浅めに座ります。で、この時に次は足をお相撲さんみたいに開きます。そして手を膝の上に置きます、ね、で、このままどちらでもいいので肩を体の中に入れます。で、この時も姿勢しっかりして息を吐きます。で、これを20秒間。で、少しね、難しかったらこの手を少し押すイメージね、押すイメージを持って肩を入れます。体はまっすぐ、体はまっすぐね。はい、20秒間。はい、逆で、これ、無理せず狭くてもいいので、なるべく開く範囲で開いて引いてください。で、体がこう向いたらね、できないのでね、しっかりこれをキープね、相撲さんポーズをキープして肩だけ入れる、肩だけを入れて、やはり20秒間やってください。はい、それでは座ってるのもうずうずしてきましたね。うずうずしてきたと思うので立ちましょう。次は立ってもらって、でも椅子は使います。で、この椅子ちゃん、僕の椅子ちゃん1号くんが今度は、自分の背中の方を向けてもらいます。で、次はどこストレッチするかっていうと、このね、ももの前伸ばします。さっきね、ももの後ろと内側伸ばしたんで、前を伸ばすためにまずはこれ持ってください。でもね、これ持ったらこうブンってすぐ椅子打ち合うからこれ気をつけてください。で、持って後ろのこのももを持つために足を抱えます。で、この時に姿勢が丸まったりいやーってなったら危ないので、しっかり姿勢を正して
持ってください。別に椅子に、ね、力を持ったらグンとなるので、本当少し支えるぐらい、受けないようにまっすぐ前も伸ばしてください。これ20秒間。息吐いて。はい、終わりましたら、逆ですね。皆さん分かりますようにね。逆でいきます。で、この時注意点なんですけど、お膝抱えて、さっき丸まったりとか言ったんですけど、この時また一緒で膝が痛くなったり、やっぱりこう腰をねまっすぐ伸ばしてるので腰が痛くなったりすることがあります。なので腰が痛かったり膝が痛かったりしたらやめてください。なのでやっぱりストレッチはね気持ちよくなるためになるので、気持ちいいぐらいにしっかり背筋伸ばして前ももをね伸ばしてください。でフラフラすると思うのでしっかり椅子持って背筋伸ばして息吐いて前ももを伸ばします。ね、前ももね、前ももね、OK、伸ばしてください。はい、これ20秒間両方やってください。しっかり注意点を守ってやってくださいね。はい、以上です。はい、みんな座ったらダメだよ。うずうずしたらダメだよ。立ってストレッチいきますよ。はい、ついね、さっきは前ももしたんで、今度はふくらはぎね、ここを伸ばします。で、また1社1号を使って伸ばすんですけど、足を、伸ばしたい方を後ろにします。伸ばしたくない方を前にします。で、このふくらはぎ伸ばすには、後ろに下げれば下げるほどふくらはぎを伸びれます。なので自分がいけるところまで伸ばして姿勢をしっかり保って、ちょっとこれを押すぐらい、少しでいいので押すぐらいゆっくり息を吐いてふくらはぎを伸ばします。ここが伸びてるなっていうイメージを持ちながらやってください。で、息を吐いて、で、この時ね、今ちょっと目視なんですけど、こうやってやる人絶対今やってたでしょ。もうこうやって今も俺もやってたけど、こうやってやったら、それは運動です。これはね、体操、ストレッチなので、しっかりゆっくりずっと押してください。で、これは反動をつけないというのがルールなので伸ばします。で、終わったら反対で、で、さっきはこっちの足伸ばしたね、次こっちの足伸ばします。みんな逆の方やってくださいね。後ろにやって伸ばします。で、これで一番やっていけないのはですよね、これもうダメですよね。これしっかり体操、反動をつけずに伸ばしてください。いける人はどんどんこの足を後ろにやってください。姿勢が丸まったり遠くなってこうなったらダメなので、しっかり伸ばしてください。はい、20秒間 OK、 やってください。反応ダメだよ。はい、うずうずしてきたんで、僕のお尻もうずうずしてきたんで座ります。はい、座って最後ね、この股関節をねリラックスさせたいので、足を伸ばしてもらって、またこのね、椅子を少し浅めに座ってちょっと足を開きます。開きすぎずにね、リラックスできる程度で姿勢をしっかり整えて、ここをブランブランします。ここブランブランね、で落ちないように抵抗を持ってもらっていいんで、ブランブランして力抜いてください。で、この時に回数は20回、ここから1、2、3、4、5とか20回ください。数えれますか？言ったら1、2、3、まあの尻尾でもいいです、何でもいいです、数えてください。みんな大きい声でいい、20回やってくださいね。 OK ですか？この時ね、力出てくださいよ。でこうどんどん速くしたらね、ポキッて今なったけどダメですからね、ゆっくりリラックスしてこうね、くる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 20回やってください。 OK ですか？やってください。皆さん椅子から落ちないようにね、持っていいのでやってください。はい、それでは下半身のストレッチ終わりです。体操終わりです。なので上半身の時と一緒で、始まりがあれば終わりがあるという話だと思うんですけど、始まりは何でしたか？深呼吸やります。なので終わりも深呼吸しかしてください。いいですか？みんな覚えてるかな？はい、まず鼻で息を吸って吐いて、息を吸って
吐いて、しっかりリラックスしてね。吐いて、しっかりね、吐いてください。はい、深呼吸3回できたかな。本日はこれでストレッチ講座、体操講座終わります。今ね、コロナウイルスで、家にもいなきゃいけない、外にも出れない、でも大変だと思うんですけど、こうやって椅子に座りながらでもできる体操がたくさんあります。僕たちプロ選手も今できることを、やって、みんなを元気にしたいなと思っているので、みんなも笑えるまで、やれることを一生懸命やってください。それでは少しでもストレッチをして、体をほぐして健康でいましょう。それではまた会う日まで、背番号31番、高本健でした。